こんにちは。ご視聴ありがとうございます。本日は神奈川県川崎市 JR 貨物新鶴見機関区にやってきました。この奥が横須賀線新川崎駅。本日は反対方向からスタートしています。ここ最近国鉄型電気機関車に動きが頻繁に出ています。訪れる回数も増えています。長らくの間大宮車両所に入場していました愛知機関区に所属する EF64 型旋盤台1043号機が出場しまして、こちら新鶴見機関区の方に誘致されていました。しかし姿が消えています。まあ、どちらにしてもこの場所から確認することはできなかったのですが、それ以外の車両としまして新鶴見機関区に所属する EF65 型、大宮更新色の2093号機と2095号機、長らくの間高崎機関区の方に疎開留置されていましたが、1年10ヶ月経ちまして2機は新鶴見の方に返却疎開改装されてきています。しかしもうこの場所で見ることはできません。今回は電気機関車ではなく別の車両に注目していきたいと思います。 JR 以外私鉄の車両にも動きが出ています。話が突然大きく変わります。西武鉄道新2000系、2023年に入りまして1月27日に 2057F 8両が横線に廃車改装、さらに2月17日新2000系 2061F が横線に廃車改装、8両の幕車タイプは全て消滅となっています。廃車になる車両がある一方、新造される車両もあります。2023年1月8日、兵庫県神戸市川崎車両で新造されました4番型50番台。9編成目の増備車ということで、4番159F。JR 貨物の公衆送により、武蔵野線新秋津に向かっています。西武鉄道に引き渡されるということで見てきましたが、本日は4万系50番台10本目4160F の講習走が行われます。すでに兵庫県の方を出発しまして、現在神奈川県内横浜羽沢貨物駅に停車しているようです。この後やってくるということなので、周辺の新鶴見信号所で見ていきたいと思います。それでは本日もよろしくお願いします。様子の方を見ていると、この先の新鶴見信号所に停車するようです。新川崎ふれあい公園の方に追いかけて行ってみたいと思います。新川崎ふれあい公園に到着しました。右を見ましても車両を確認することはできません。停止位置が随分新川崎駅方面となっています。車両を見るのはここ
からが精一杯。長い10両編成ということで公園目の前に停車をするかなと思っていたところ、随分手前に停車をしてしまいました。会社関連の隙間から見ていきたいと思います。兵庫県神戸市の川崎車両からやってきた西武鉄道4番系、新川崎に停車をしています。川崎車両から2度に分けて5両ずつ神戸貨物駅に向かっています。その先10両になりまして、こちら新鶴見にやってきたわけですが、一旦吹田貨物ターミナルに向かっています。そこまで牽引を担当したのは今回愛知機関区に所属する DD200 型2号機と聞いています。機関車を電気機関車に交換しまして、東海道をひた走り関東地方に入っています。横浜羽沢貨物駅に向かっていますが、そこまで牽引を担当したのは新鶴見機関区に所属する EF65 型更新色の2063号機。先ほど見た際国鉄色の EF65 型となっていましたが、横浜羽沢貨物駅の方で機関車が交換されたようです。この先新秋津まで向かうことになります。正面の車両は15車となります。少し見づらくなっていますが4060と確認することができます。右を向きますと7号車4760と確認することができます。かなり見づらくなっていますが、車体番号末尾は60です。10編成目ということがわかります。4番系といえば0番台はデュアルシート、現在エストレインなどで活躍をしています。こちら50番台はロングシート、車両側面 LED 表示器左側にはオレンジでロングと記載があります。かなり見づらくなっていますので、新川崎ふれあい公園の方に戻りたいと思います。この位置からであればなんとなく EF65 型を確認することができます。普段なかなか見ることができない光景ということで、公園にはカメラを持った方、鉄道ファンの姿を多く確認することができます。もう間もなく新秋津に向けて出発するようなので見ていきたいと思います。4番系この場所からでは確認しづらくなっていますが、 JR 貨物の貨物列車と並んでいます。EF210 型107号機と並びまして、素晴らしい光景となっています。前回は新秋津の方で見ていますので、今回新鶴見信号場を選択しましたが、あまりよく見えなかったのが残念です。この先も引き続きいろんな列車いろんな車両見ていきたいと思いますので、チャンネル登録よろしくお願いします。そしてやはり気になるのは愛知や新鶴見に所属する国鉄型電気機関車、さらに吹田に所属する EF66 型100番台も気になります。合わせて見ていきたいと思います。公衆層を担当したのは2068号機、こちらは2086号機。わけがわからなくなってしまいましたので、本日はこの辺で終了。最後までご視聴ありがとうございました。とても風が強くなっています。それではまた。